元気か、イグニ。父ちゃん。ナッツ、お前はドラゴンスレイヤー。その誇りを忘れるな。お前にはイグニールが、この私がついている。仕事先でドラゴンに会った。お前の探してる赤いやつじゃねえと思うがな、黒いドラゴンだ。イグニールってやつはどうだか知らねえが、あの黒いのは間違いなく人類の敵だ。そして人間には勝てない。あれは人間じゃ勝てねえが、竜なら勝てるかもしれねえ。闇の翼、悪魔の竜、炎竜王イグニール。なぜ今のうちに言っておくこともある。今までしまなかったな、なぜ。俺はずっとお前の中にいた。その話はあとって言っただろ。なぜならイグニール、今稼いでいくからな。俺とイグニールが組めば無敵なんだ。イグニール、泣くな、ナツ。ほら、悲しい時はどうするんだ、教えただろう。分かってる。じゃあやってみろ、立ち上がるんだ。もっと見せてくれ、お前の成長を、お前の生きる姿を。まあ、ずっとお前と一緒にいる。今までも、これからもずっとだ。